問題ってすごい気になってるんですよ。で、人間の数が増え続けるでしょ。で、増え続けると環境が悪化して大変なことにそのうちなりますよっていうことを、俺がもう子供の頃からそのことは分かってるのにもかかわらず、ずっと多分よく知らないんだけど、人間の数っていうのは、人口っていうのは増え続けてるんだと思うよね。で、なんか知らんけど、町単位とかそういう狭い単位で考えた時には、人が増えれば増えるほどその経済的に活性化するから、どんどん人増やそうと未だにするし、俺んちの方もとにかく山潰して家を建て続けるから、そんなにしたらさ、環境の悪化でひどい目に遭いますよって言ってるのにずっとやるのだろうか。そんなわけねえんだ、なんでこうなんだろうなって。その人口問題っていうのについて、俺は本当に子供の頃からずっとなんでこうなんだろうと思って考えてたんだけど、この間海ってカニ見ててさ、ちょっと思いついたのは、その答えが一切分かんなかった、もしかしてこれ答えなんじゃねっていうのをちょっと仮説で思いついたのは、カニバケツっていうのがあるんだよね。そのカニバケツは漁師がカニを取るんだけど、カニを取ったらカニがバケツに放り込むんだと、カニは当然バケツからこう逃げようとするんだけど、カニ同士でこう足を引っ張り合うんだから挟んです。カニは放り込んだけど蓋も何もしなくても逃げらんないから、そのまんまにしてるんだと。で、その足を引っ張り合う様を、その人間社会になぞらえて、そのまあだからまあどっか狭いところで足を引っ張り合ってると、あらカニバケツだななんていう揶揄の仕方をするんだって、どっかの本で読んだんだけど、でさ、その足の引っ張り合いをしつつカニはバケツから出れないようになってるんだけど、もしカニの数がさ、その半分ぐらいなら出らんないかもしれないけど、バケツいっぱいカニを入れたらさ、それ一番上のカニはバケツから逃げんじゃねえと思うだよね。だから人間の数を増やし続けるっていうのは、そのバケツから逃がそうとしてんじゃないかな。足の引っ張り合いからどうやって逃れるっていうか、その外に出そうとした時の解決策が人間の数増やし続けることなんじゃないかなっていうのが、俺の人口問題の対する仮説なんだけど、じゃあなんでっていうようなことを説明すると長くなっちゃうから、今日はそこまでですけど。